中国自然歩道総平コース大山夏山登山道から大神山神社までの紹介をしていきます。大山総平コースは大山の大山寺バス停から大神山神社を通り寂静山までを結んでいるルートとなっています。途中から弓ヶ浜を望むことができます。その反対側弓ヶ浜から大山を望みます。弓ヶ浜は歴史を持つ浜となっています。松の防風林が特徴的な海岸となっています。米子から境港までかなり長い距離を誇っている浜となっています。日本海の荒波が押し寄せてきます。その荒波の弓ヶ浜を大山からも見ることができます。弓なりの形を見ることができます。天気が良ければ沖諸島、そして北朝鮮、ロシアの方も見ることができます。大山の夏山登山道の方には駐車場が近くにあります。総平コースは少し バックしてからあります。夏山登山道です。夏山登山道から15分ほどすると大山寺から続く山道の道と交わります。駐車場の南高河原から大山を望んでいます。11月頃雪が積もり、5月頃まで雪はかぶったままとなります。南高河原という河原から大山を望んでいます。大山寺の参道です。秋にはもみじが真っ赤に染まります。そして大神山神社の参道です。大山寺から奥に入ると長い石畳の道があります。約600メートルほどこの石畳の道が続いています。足元が悪いので気をつけて歩いてください。最後は石段を登り大神山神社に到達します。大神山神社から山門を望みます。大神山神社から見る方が山門は正面となっています。下山神社です。大神山神社の裏手にある神社となっています。大神山神社には3つ社があります。下山神社のご由緒です。元徳2年にできた神社です。備中宮寺が作ったお寺神社となっています。そして横には弁財天社があります。昔から女神の中でも最も美しい女神と伝えられ、海上交通の目標であった大山は同時に生活と農耕の水の神でもありました。そのためこの地に祀られています。弁財天は大神山神社裏手にあります。そして大神山神社の裏手から寂静山に登ることができます。そしてこの大神山神社奥の宮は、大神山とは大山の古名で大国主の御事が祀っています。社殿は文化2年1805年の建立と言われています。神仏混遊時代神社の特徴である権現造りという形式で、中国地方でも大きい方の神社となっています。参道の途中にある神門は門の表裏が反対になっているので後ろ向き門とも言われています。本殿、幣殿、拝殿、末社下山神社本殿、幣殿、拝殿、そして大山の物独り言という看板があります。そしてこの大神山の裏から大山へ登ることができます。行者登山道となっています。その先ほどの山門ですが、石段側からの方から見ると後ろ向きとなっています。元大山寺本坊の表門がいつの間にか裏向きにここに移されました。その言われで後ろ向きに門がなっています。さて金門の方に今度は向かいます。大神山神社から石段を降り、途中から分岐する形となります。途中廃墟があります。そして途中の分岐点から金門の方に入ります。旧参道となっています。自然に帰りかけている道なので、紛らしい道もありますので気をつけてください。間違ってしまうと河原に降りてしまう道も
散見されています。2箇所ほど間違えそうな箇所があるので気をつけてください。そのまま行ってしまうと河川を渡らなければなりません。そして賽の河原です。賽の河原とは小児が死んでから赴き苦を受けるところです。三つの河原で小児の霊が石を拾って不牧用のため塔を作ろうとすると鬼が来て崩すという何とも無慈悲なことをします。物語シリーズの迷いちゃんがその会議となっています。その総兵コースの間に賽の河原があります。大戦ではそれを救うために賽の河原で仏が来てくれるようになっています。石積みをして鬼が来るとは何とも無慈悲なことですが、ここから見る大戦の景色は何とも言えません。河原と賽の河原の大戦、西日本で2番目に高い山です。正面の荒々しい山は大戦となっています。岩山ですので各登山道はありますが、二の沢の方から上がるととても険しい道が待っています。そしてその賽の河原からすぐ裏手に金門があります。門とは書いていますが門らしきものはありませんでした。広場となっています。もう一度大戦の方を振り返ります。幾重にもなる石が崩れているところがあります。ひょっとすると鬼が歩いた跡かもしれません。そして金門の方から戻ってきて合流します。石畳の道を再び歩くようになります。灯籠が何箇所か立っています。夜に なると灯る光です。そして総兵コースと言いますが、総兵の力石です。大戦時の総兵は約500年、その数3000人と言われていました。その力比べのために石を持って力比べをしたと言われています。総兵コースは寂静山へと続いています。距離があるのでまた次回の動画で紹介したいと思います。そして大戦寺の参道の方を進みます。途中から水場が出てきて最後に無名の橋を渡ります。その無名の橋の裏には金剛力士像が書かれていて、通るだけで御利益があるとされています。奥の宮から歩いて10分ほどとなります。鳥居から大神山までは10分となっています。そして大仙寺の参道に出ました。石畳の道が続きますが、アスファルトとなっているためこちらは歩きやすいようになっています。そして大仙寺の参道から大仙を望むことができます。降りていくうちに弓ヶ浜が再び見えるようになってきます。大仙から見た弓ヶ浜です。米子からもかなり近いところにあります。中国自然歩道大仙寺から大神山までの紹介でした。